も、が三方護衛艦の死、炉が一般公開されたとの情報をキャッチしました。今回は、能代の一般公開とその藻が、三方の性能に迫っていきますね。この藻が、三方ついに、次期 FFM 建造計画が動き出したことにも触れていきますね。少子化だから、AI を使うのかもね。海上自衛隊の藻が、三方護衛艦といえば、同隊における最新鋭の護衛艦として、実に久々に他国海軍でいうところのフリゲートに分類される規模の水上戦闘艦であり、昨年2022年から、就役が始められた、機体の新鋭艦艇である。2023年4月に、一番艦で、ネームシップの、藻、が見、同3月に、二番艦の、熊野が神奈川の横須賀基地の掃海待遇へ、同12月に3番艦の能代、2023年3月に4番艦の三熊が長崎県の佐世保基地の護衛艦隊第13護衛隊へ就役している。こうした藻が三方護衛艦の配備先である神奈川県の横須賀基地や長崎県の佐世保基地においては定期的に地元の住民との交流等を行う目的で、一部の所属艦艇の一般公開が、開放日等に行われることは、珍しいことではない。しかし、この2023年7月1日と2日の土日については、も、が三方護衛艦の3番艦の、能代が、母港である佐世保から出て、秋田県の能代港に入港、地元の佐世保以外では、初となる一般への公開が実施された。このイベントは、海上自衛隊護衛艦、能代一般公開員能代港と銘打って実施されたもので、1日目が9時から11時までの2時間、2日が9時から16時までの7時間にわたって行われ、事前予約等は、なしに、同艦の公開スペースを見学できた。これに合わせて、2日には、各種の飲食物等を提供するの白港、祭りも並行して実施され、もが、三方護衛艦の3番艦の、能代のその艦名の由来ともなったゆかりの地、秋田県能代に、ある種の凱旋寄港をした形とも感じられた。能代を含むもが三方護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0m、最大幅が 16.3m、深さ 9.0m の規模を誇り、これに、コダグ方式として、ガスタービンとディーゼルを組み合わせた機関を搭載している。海上自衛隊の一定規模以上の水上戦闘艦は、すべからく護衛艦と総称されていることから、わかりづらいが、も、が、三方護衛艦は、実に、半世紀ぶりに、同隊ではフリゲートに分類され、その艦首記号にも、新たな FFM という名称が付与された。FFM とは、前の FF 化、艦艇の大きさや規模を示すフリゲートを、M が、マルチパーパス、多用途と、マイン、対機雷戦闘を意味しているとされ、海上自衛隊の艦艇として、新たな分類であることが、ここからも伺い知れる要因ともなっている。一般的に、今日では、フリゲートは、駆逐艦より小さく、コルベットよりも大きいと、水上戦闘艦を指すことが多いが、各国海軍によって、呼称はまちまちであり、も、が、三方も、排水量から見れば、駆逐艦と呼んでも、差し支えはなさそうだ。実際にもが、三方が直接代替を行おうとしている、阿武隈型護衛艦は、基準排水量が2000トン、満載排水量が2900トン、全長が 109.0 メートル、最大幅が 13.4 メートル、深さが 7.8 メートルであり、数値で比較すれば、はるかに小さい。
阿武隈型は、日本の沿海の防備を担う小型の護衛艦として、艦首記号は DE と呼称されていたが、1989年から就役を開始、未だ6隻すべてが、広島県の呉基地に2隻、長崎県の佐世保基地に1隻、青森県の大湊基地に2隻、京都府の舞鶴基地に1隻が配備されている。これら阿武隈型は、神奈川県の横須賀基地を除く海上自衛隊の主要拠点にまんべんなく配備されていた艦があったが、2022年末に閣議決定された防衛力整備計画によって、6隻すべてを2027年度までに退役させることが打ち出された。これによって、海上自衛隊からは、艦首記号を DE と呼称していた艦艇は、姿を消すこととなり、今後ハモが、身型に始まる艦首記号 FFM に、その役割をバトンタッチすることが確定。同隊でも、フリゲートが、数の上での主力を務めることになりそうだ。能代を含むもが、身型は、対空、対艦、対戦の戦闘能力に加えて、艦首記号の中にも組み込まれた、対機雷戦闘まで包括した多用途艦となっているが、当初最大で、22隻が建造させることになるのではないか、とされた案は否定されている。これは、前述した、2022年末の防衛力整備計画の中でも指摘された内容であり、現行の藻が身型護衛艦は、12隻で建造を終了し、その後は、新型の FFM を、少なくとも、10隻新造することで老朽化した、護衛艦の代替を進めていく、方向となった。新型の FFM が、現行の藻が、身型から、どのような点が、変更となるのかかは、現時点では、明らかではないが付与された機能面、つまり、対空、対艦、対戦、及び、追機雷戦闘能力は、そのままに、これまでの建造で得た、改善点が盛り込まれるのだろう。小規模な改良であれば、対もが、身型から、艦級の名称を変更する必要性は、薄いとも思えるため、何かしら、抜本的な設計上の変更が加えられる可能性も高いと見されるが、個人的には、機能面は、そのまま踏襲されるのではないかと想像している。も、が、身型やその次の新型 FFM は、現行の汎用護衛艦である、朝日型をも代替する存在となると見されており、朝日型は、基準排水量が5100トン、満載排水量が6800トン、全長が 151.0 メートル、最大幅が 18.3 メートル、深さが、10.9 メートルの大型艦である。朝日型の規模艦は、海上自衛隊の艦艇の水上戦闘艦の中では、イージス護衛艦に次ぐものとなっており、当然、その乗組員数もおよそ230名と、も、が、身型の90名と比すれば、艦隊の大きさも、相まって非常に多い。また、一隻あたりの建造費用も、朝日型は、およそ700億円ほどに達していることに比して、も、が、身型は、およそ500億円ほどと安価であり、今後の海上自衛隊の艦艇の構成は、高価なイージス護衛艦と、安価な FFM を中心とした編成としたいのだろうと感じられる。海上自衛隊内の艦艇との比較のみではなく、仮想敵国である、中国やロシアの同クラスとの比較を行うと、も、が身型の立ち、位置や役割、期待されている内容が、どこにあるのか、もう少し見えてくるのかもしれない。中国海軍で言えば、それは 054A 型エカイアヤエ型フリゲートであり、同艦は、満載排水量が4050ン、全長が 134.0 メートル、最大幅が、15.0 メートルの大きさで、複数のディーゼル機関を組み合わせた CODAD 方式を採用している。この 054A 型エカイアヤエ型フリゲートの機関は、最大で 27,200 馬力、最高速度は
27ノットと召されており、も、髪型の銅7万馬力、銅30ノットという、高評値から、動力性能においては、後者が大きく上回ることは、間違いないだろう。ただし、054A 型エカイアヤエ型フリゲートは、主兵装に、32セルの VLS、垂直発射管を搭載しており、も、髪型の銅16セルの倍であり、建造数も、すでに35隻を数え、最終的には、40隻もの数が収益してくるだろうと、予測されている。一方、ロシア海軍では、アドミラルゴルシコフ級フリゲートがあり、同艦は、満載排水量が5400ン、全長が 135.0m、最大幅が 16.0m の大きさで、もが、身型と同様に、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた CODAD 方式を採用している。これにより、アドミラルゴルシコフ級フリゲートは、最大で5万5000馬力、最高速度30ノットを誇り、また、兵装も、中国の 54A 型エカイアヤエ型フリゲート同様に、32セルの VLS、垂直発射管を搭載するなど、重武装が施されている。アドミラルゴルシコフ級フリゲートは、2020年7月までに、2隻が収益を果たしており、最終的には、全15隻が建造される計画で、そのすべてが、北海艦隊に配備予定とされ、その意味では、海上自衛隊が直接対峙する可能性は少なそうだ。